どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですねマリオットボンボイホテルの新キャンペーン開始ということでね解説やっていきたいと思います今回のキャンペーンはですね1滞在ごとに2500ポイントがもらえ3滞在で5000ポイントがもらえるっていうキャンペーンになっております またねこのキャンペーンは GoTo トラベルキャンペーンと併用可能ということですねかなりねお得にマリオットボンボヨホテルで宿泊することができますのでぜひ最後までねご覧いただければなというふうに思いますまずねキャンペーンの概要なんですけども期間が2020年の8月13日より 2020年10月18日までというふうになっておりましてエントリー必須のキャンペーンというふうになっておりますんでエントリー方法はねちょっと後ほど解説させていただきますで得点なんですけども1滞在ごとに2,500ポイント3滞在でボーナスポイント5,000ポイントっていうキャンペーンになっておりまして2,500ポイントに関しては上限がありませんということなんで何度でもね2,500ポイント1滞在につきにもらえるっていうキャンペーンになっておりまして3滞在の3,500 ポイントにについいててては1回限りりっっう風になっておりますこちらポイント対象の支払い方法なんですけども支払いのあるポイント獲得可能な全ての料金っていう風になっておりますんでこちらも覚えておいてください対象ホテルはですね一部を除く,く全ホテルということで一応対象外はあるんですけども一応ね呼び上げさせていただきますけどもホームピラーバイ・マリオット・インターナショナルエグゼクステイ マリオット・エグゼクティブ・アパートメントの滞在マリオット・バケーションズ・クラブオーナーの方の滞在っていうことでまあこちらはそこまでね気にしなくていいかなっていう感じになります。また今回のキャンンペーンは ポイント宿泊は対象外いいいう風になっててておおりますんでこちらも覚えておいてくださいポイント付与に関しては今回のプロモーション終了後6週間以内に付与ということで10月18日にねこのプロモーションが終了っていうふうになりますんで、まあ、大体6週間ということですので11月の終わりから12月ぐらいにね付与されるっていう感じになると思います。 今回のキャンペーンのエントリー方法なんですけどもエントリーはですねアプリリどちらでもねエントリーするこ,とができますこちらねウェブ画面で解説させていただきますけどもまずマリオットボンボイのアカウントにログインしていただいて右上のね お名前書かれていると思うんですけどもそちらクリックしていただいてアカウントページをね開いていただきますそうするとですねちょっと下ぐらいに「プロモーション」っていうところがあると思いますのでそちらねクリックしていただくと今回のキャンペーンがね出てきますのでそこからエントリーするようにしてください。 ちなみになんですけども今回のプロモーションに関してはプロモーションがね来てない方もどうやらねいるみたいなのでそういう方はですねマリオットボンボイホテルのデスクに確認する必要があるっていう感じになりますのでこちらの動画の概要欄にね電話番号を載せておきますのでそちらね電話していただいて確認ねするようにしてくださいまた予約についてなんですけどもこういうマリオットボンボイのホテルキャンペーンについては外部サイトから予約する場合対象外っていうふうになりますんで 公式サイトからねね予約するようにしてください、ね、でもしね s p g アメックスね持たれてるようであれば是非ね s p g アメックスね決済してポイントね多くもらうようにしてくださいねまた今回のこのキャンペーンマリオットボンボルホテルのですねキャンペーンっていうのは1滞在につき何ポイントみたいなねキャンペーンが多いんですけどもこの1滞在っていう言葉にもね注意していただきたいと思います1つのホテルに 5連泊ししたとてても1滞在っていうカウントになりますこの1滞在っていうのは、まあ、簡単に言うと A ホテルと B ホテルがあって1泊ずつ泊まると2滞在っていう感じなんですけども1つのホテルに連続してね5泊とかしても1滞在っていうカウントになりますんでこの点はですねよく注意して利用してみていただけたらなっていうふうに思います。 次にね GoTo トラベルキャンペーンなんですけどもこの GoTo トラベルキャンペーンのね公式サイトには宿泊施設が独自にポイントを付与する場合 GoTo トラベルキャンペーン対象外っていうのを、ね、記載しているんですよね。ということで今回のねキャンペーンなんですけども GoTo トラベルキャンペーンね対象外に思えますよね。 ということで今回ねちょっと詳細がわからなかったのでマリオットボンボイホテルデスクの方にね問い合わせをいたしましたデスクの回答としてはですね今回のこのマリオットボンボイのキャンペーンについては宿泊プランに対してポイント付与するわけではなくてマリオットボンボイのアカウントに対して独自でねポイントを付与するということですので GoTo ト,トラベルキャンペーンはですね対象外にならないっていう回答だったんですよね これすごいですよね。っていうことなんで GoTo トラベルキャンペーンを併用しながら1滞在につき2,500ポイントがねもらえるっていうキャンペーンなんですよね。 これ本当にすすごいですよねまた GoTo トラベルキャンペーンはですね35%オフで宿泊施設に宿泊することができるんですけどもポイントの計算自体は元料金で計算されるということですんでなおかつ1滞在ででポイントがすねもらえちゃううっていうことなんですよねこれねかなりねすごいキャンペーンというふうになっておりますんで是非ねこの動画見られている方今回のキャンペーンはですね エントリーしてからが対象っていう風になりますんで今現在ねマリオットボンボンホテルの予約持ってる方もそうですけども確実にですねエントリーしてから宿泊するようにしてくださいねそうしないとこのボーナスポイントね取りこぼしてしまいますんでこの点はね 間違いいいいなくくくチェックしししててたただだだよううにさかかっでょ今回ですねマリオットボンボンホテルの久しぶりに来た、ね、新キャンペーンね解説させていただきましたけどもポイント自体がねもらえるキャンペーンというふうになっておりまして個人的にはですね GoTo トラベルキャンペーンね対象外になるんじゃないかっていうふうに思っていたんですけどもこれがね対象っていうことですんでねかなりお得にマリオットボンボンホテルね 宿泊することができると思いますので、ぜひね、活用してみていただけたらなんていう風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったマリオットボンボンホテル、ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカードですね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。